十上寺は、中国五冠末期の霊帝の時代に宣言を振るった、寒官の集団。五冠書によればの十二名の中上寺を指すが、外数をもって十上寺と呼ばれたのだという。五冠書によれば、寒官が本格的に政治上の権力を持つに至ったのは、官邸の時代、外籍の領域の排斥に功績を挙げた単調、女皇、君、左、東皇の五名の寒官が徴用され、 五孔と呼ばれるようになった頃である。丹長の死後、傲慢になった五孔は失脚するが、その後の霊帝の時代にも、コーラン、創設、王はじめが現れ、唐古の金など幾多の清掃において勝利し、牽制を振るった。この頃には、女南縁士のような名門の一族からも、縁者のような宦官が出るようになる。最終的には、コーランは自害、王はじめは、軽死に追い込まれるが、 創設は181年まで生き延び天寿を全うした。創設の没後には十常寺と呼ばれる宦官の集団が存在したことが記録上確認されており、彼らは0点の寵愛を受け絶大な牽制を振るった。中でも、蝶譲ると蝶正との牽制は大きく、蝶譲ると蝶正は皇帝に我が父、我が母とまで呼ばれた。 彼らの親族の多くが地方官に取り立てられ、至るところで人民を鈍欲に搾取した。彼らを、君足の官とみなし、その横暴に、官王室の将来を憂う者もいたが、そのような者は十常時により乱心者として処罰、されるか見て見ぬふりをせねばならなかった。旅行や長飛都市のような良識ある人物は、十常時の腐敗を断劾したが、やはり逆に処罰されている。 逆に寒岸におもねって、官職を得ようとする者たちも出現した。黄金の乱においては、寒岸の中から風のような内通者が出現し、寒岸の勢力はやや衰えた。その後、外赤から台頭した大将軍南進が十常時をはじめとする寒岸勢力と対立。南心は霊帝の死後、その長身であった寒岸足苗広氏を殺害し、 関官勢力殲滅のため軍勢を集めようとするが、長譲らは何対号を利用して南進を罠にはめ、殺害し、事態の収拾を図る。しかし、何進む殺害に激怒した炎章は宮中に乱入し、関官とその与党の人物をほとんど殺害した。その時、長譲や段慶は、皇帝の劉弁と劉京も一緒に連れて逃げるが、追っ手が迫り逃げ切れないと判断し川に、 飛び込み実殺した。189年のことである。直後に、劉弁と劉協の二人を保護した東卓が十常時に、代わり権力を握るようになるのである。官,官によって、政治を席権された五官の反省を受けて、五官から禅上を受けた義においては、官,官に権限を与えない政治をするようになった。三国支援義においては、の十名を十常寺とする。やは、 超譲るや鳥たの台頭以前に、王はじめと共に牽制を振るった宦官である。彼自身も宦官だが、黄金の乱に際して、陶子の近海上を進言するなど、十常寺と一線を画した。ありがとうございます。